乗り取ってね、遊びっていうのは本当に本当に大事なんですよ。でね、あのー、例えばですね、えー、法人が、ホーム・ルーデンスって本の中でね、もう人間の活動は全てが遊びだよと、そういうところを強調してるわけですね。遊ぶ人であると、人間はね。で、あのー、例えばそうだなうん、経済活動もそうだし、まあ、勉強はもちろん遊びの要素がすごく強いですしね。イノベーションなんかもそうですし,しね、現在でいうとね。そそれからそのの実はその ここれは本当に良くないことです戦争,戦争も遊びと要素があると。でねその遊びっていうのはやっぱり人間の脳の学びとか創造性を育んでくれるとってもとっても大事なことなんですよ。えー、そのロジェ・カイワっていう人がですねその遊びについていろいろ分類っていうか、まあ、解析をしていてで遊びっていうのはまず目的がないとかねあとどうなるか分かんないこれまさに偶有性脳のドーパミンですよねドーパミン系の活動を非常に促すものなんですけども。 このま、<laughs> どうなるかわからないってことがすごく面白いとそれから、えっとね、この会話の遊びの分析でとってもとっても大事なところはね遊びにはある区切られた時間と空間があると例えばだから野球の試合でも、えー、なんだ試合開始っていうのがあって試合終了その間が遊びですよねであと野球場っていう定まった空間があるサッカーもそうですよねサッカーも キックオフからピューって最後試合終了の押しィスが鳴るまで時間が区切られていって前半後半があってそしてもちろんサッカー場という場所があるってだからこの遊びをね日曜の中で取り入れるためには今遊び始めようねって言ってあい終わりってその区切りが大事でその文脈の中であるルールというかまあ仕組みの中で我々の脳がもう従前になんか暴れれ回るというかですね遊び回るこれがあの遊びの あの非常に重要ななポイントなんですねであのいつも言ったように蓄積と見配のフローという概念あるいはそれを超えたゾーンというねフローがあってゾーンがあるだからフローっていうのはもう、えー、といつも言ってますが繰り返し学習ですね、えー、と自分の存在を忘れる時間の経過を忘れるそれからうんと行為自体が報酬となるか何かのためにこの行為をしてるって言うんじゃなくて行為自体が報酬となると。 そこれがその、えー、フロー状態あるいはゾーンの状態なんですけどおそ、えー、らくですね多くの人にとって、まあ、最近の子供たちはどうか分かんないけど幼少期にもう日が暮れるまで思いっきり遊んで夢中になってたっていうあの状態がフローなんですよねフローの最大の原体験なんですよ。でねこれね多くの子供たちがそこから残念だなって僕は感じちゃうのが学校の勉強は その夢中で外遊びしてるあれとは違うんだっていう風に思っちゃってる子が多いんですよ。これが今の学校っていうシステムの罪であり学びのシステムのちょっと欠点なんですけどもいやそうじゃないでしょうとあの何て言うの外でもう夢中になってねあの暮れ日が暮れるまであのとあそ歩き走り回ってるっていうその状況っていうかそれと同じようなこと 感じで遊ここにじゃあロジャー・ペンローズの「t h e ト o w t o r e a l i t y っていう本があるツじゃないですか。ね、でこの本をじゃその読むっていうのは勉強することじゃなくてあのこの本で遊ぶことなわけですよね。あのだから要するにまあんか学ぶっていうとなんか目的があるとか意義があるって思っちゃうからいけないんだってもっとなんかオープンエンドっていうかですねどうなるか分かんないっていうワクワク感というか。 あの楽しさが実は遊びというものの本質だということなんでですからねあの勉強も遊びだと思うべきだだから仕事もね仕事って言ったらやっぱり生活のためそうですねそれからお金をもらうためそうですね社会に貢献するためそうですねそれどうしても真面目なことになりがちなん、まあ、真面目なん側面ももちろん仕事ありますよやっぱでも最高の仕事をするためにはやっぱり仕事も遊びじゃない遊びと思わないといけないわけです。 でその仕事においても没入感っていうのはねとってもとっても大事ですしその何かにも集中してるっていうかもう没入してる感じこれが遊びのフローであり遊びのゾーンですけどもそれは同時に仕事だからうんあのまあ生真面目な人ってのはどうしてもねこうなっちゃって、ね、うわー仕事しなくちゃ勉強しなくちゃってなるんだけど。 遊びっていううものから外れていっちゃうんですよね,でね実はね遊びということを特に対人関係の遊びとして考える上ではねとてもとても重要なポイントがあってそれはねそのことはね子どもたちは知ってて特にあのおみ,みそっかすってあの東京とか関東周辺では言うと思うんですけどあのおみそとかなんかえっ、ー、とね地域によって何か言い方が違うみたいなんですけど要するに例えばねあの小さな子がいた時に。 その子がうんとちょっとゲー遊んでる時に弱,い弱っちいっていうか,その、えっと、なんか同じルールでやるとあのその子が負けちゃうっていうようなことがある時にあのちょっと下駄 <coughs> 化してやるとか特別ルール作ってあげるっていうのがねあの子供の遊びでは常に見られることで,でこれがものすごい知恵なんですよ。っていうのはね遊びってねあの海洋の,あの分析によってもね どうなるかわからないっていうのが遊びの最も根本的なことでね何ていうかいつもこいつが必ず勝つみたいなジャイアンが必ず勝つみたいなそういうのってのはね遊びにとって面白くないんですよ。だどんな小さな子がいてもだから年齢差ってね子供の場合だから子供同士で遊んでるとさじゃあ6歳の子と4歳の子だともう圧倒的な差があるわけでしょ。8歳の子と6歳の子も圧倒的な差があるわけでしょ。 で子供の2年間ってのは、ね、大人になったら別に40度42ってそんな大したさないけどさだから子供二2年間ってものすごく大きいからその年齢の違う子が混じって、まあ、ご家庭で例えば兄弟姉妹でねやってるとかそういう年齢の違う子が混じってる状態だとル,ルールに工夫しないとあの遊びの結果が見えちゃうこれが未速活動ですかだから例えばそのババ抜きでねこうやってババ抜きえー、ってやってる時に。 あのなんか小さな子がババ引くとさ泣いちゃったりするわけで「えババ引いた!」って言ってもそうするとその瞬間にババの息が成立しないっていうかねだからあのちょっと小さな子が引くときは「これ引いてくれん」って言ってこうやってトランプ出すんだけどわざとババのカードをちょっと上に出しといたりするとさ「あこれババで引っ掛けようと思ってんだ」とか言って引かないじゃないそそうするととの子セーフでみんながハッピーとかね あの僕は子供の時ね草野球の前世時代でも草野球毎日のようにやってたんですけどそういう時あ,のあ,ありったら入るルール作るんですよね上投げありなしとかねだから要するに上から投げていいかどうかと下から投げた方がボールが優しくなるじゃないあと振り逃げありなしとかねあとなんだうんそもそも三振ありなしとかねえー、とじゃカウンターありなし要するにだからえー、と振らなかった時に、まあ、三振は普通さすがにあるんだけど あのボールストライクの判定をしないっていうだからフォアボールもないっていうルールだとかねそういういろんなルールやってたんですよでやっぱり小さな子が来たりして野球一緒にやるとちょっと優しく投げてあげたいとかあと、まあ、女の子なんか来てやっぱり野球やるとちょっと優しくボール投げないとあのちょっと何ていうのゲームが面白くなくなっちゃうっていうようなところがあってでそうやって工夫して相手のね実力っていうかその年齢とかそういうこと全部考慮して。 あの工夫してとにかくゲームの結果がどうなるか分からないように、えー、運営するっていうのが遊びをやる時のすごく重要なポイントで,でこれはねあの今の社会を考える時に我々がどうしても忘れちゃうことっていうのがん,なんていうのかな今格差とか言われてるじゃないでやっぱり圧倒的な実力差があったりとか圧倒的な経済力の差があったりとかあの、ね、先日もこのレビューしましたように鬼滅の刃ってのはやっぱり鬼たちってのはずるいんだよね無限のリソースを持ってるというか。 もうガーファみたいな存在ででそういうのと遊ん。でもあのあ鬼と遊んでも面白くないってのは変なんだけど、あのなんかなんていうかな。結果が見えてるからね。そういうのは遊びじゃないんだよね。結果が見えてることは遊びじゃないんですよ。だから結果が見えないように、えー、子供の頃からそのみそっかとか。そういうルールを工夫してやってるわけですよ。で、大人たちもそれを忘れちゃいけないんだよね。だ会社の中でのその仕事ゲームでも。 あのー、なんていうか会社会の中でもののイノベーションのルールゲームでもとにかくなんか結果が見えてるものっていうとなんか忖度とかそういう話になっちゃうわけじゃないだから忖度ほどあのねだからそのなんていうのかなこれさっきから言ってることのと忖度の重要な違いってなのってさその小さな子がもう勝つ可能性があるようにルールを あの調整することミソカスみたい、ね、これは別に忖度じゃなくてそうやってものすごくクリエイティブにルールのゲームを作ってるわけなんだけど偉い人に忖度するってのは要するに忖度する <laughs> 偉い人がずっと勝つようにするってことじゃん一国の総理でも会社の社長でもさ「いや社長さすが!」みたいなあるいは「総理どうぞ!」みたいなそれってなんか遊びじゃないよねだって結果が見えてるわけだから。 そんな後でやっぱり脳はだんだん働かくなっちゃうっていうかまあ偶有性ですねいつも言っている偶有性、えー、脳がその、えー、なんだどうなるか分からないっていう時に一番その活性化するっていう偶有性ですね偶有性があの一番あの人間の運動っては大事なあのまあことなんだけどその偶有性をいかに設計するかっていうのが実はその遊びの最も本質的なことだということなんですよ この偶有性を設計するとこれはですね実は遊びの一番本質的なところでこれが一番クリエイティブなことで社会とかネットワークを考える上にこれが最も大切なことになるだからですね偶有性を学ぶという意味においても偶有性の設計を学ぶという意味においても我々はよき遊び人にならなくちゃいけないんですよやっぱ遊ばなくちゃいけないんですよ遊ぶことで我々は偶有性の設計を学ぶことができるわけです。ということでね脳にとって遊びはものすごく大事なんで。 えー、よく遊ぶ人になってください。